こんにちは。今回はこのジムニー JB23W というお車にミューレンの RS3M1 ネグザのブラックモデルにシートヒーターを組み込んだ上での装着作業の模様を簡単に動画にまとめました。こちらが純正シートの裏面に張り巡らされたプレマフレックスというスプリングでございます。いつものようにシートヒーターを使うためには電源を用意しなければいけないので、その作業をスタッフさんが行っているところでございます。このような感じで仕事がどんどん進んでいます。こちらが純正シートの底面を養生して車に積み込む前の状態でございます。バッチリです。すごいいいです。フルチューニングしてありますので、瀬沼君のウルトラスペックで。これは楽です。何のも用意してますので。足元ですね。裏側ね、フロアマットの裏側で使ってみてください。はい、エンジンかけて前側にやると強ですね。はい、こっちが普通の状態です。で、真ん中でオフです。はいはい、で、今強にしててエンジンオフにしてもらえますか。消えたでしょ。はい、ということは回路がそういう風になってるんで、はい、車から降りるときに、はい、この状態で車から降りても、はい、イグに鍵を抜けさえすればオフになるから別に問題ないです。ということで、全てお騒さお答えなく仕事が終了したところでございます。皆さんもいつかぜひどうぞお立ち寄りくださいませ。